こんにちは。今日はですね、こちら、どんな卵も栄養価は同じなんですよという、ね、お話をしてみたいと思います。えー、私ですね、少し前、えー、今年の初めだったかな、えー、こういう、ね、本を読みました。えー、野本健二さんという、ね、方のですね、安全な食材は自分で選ぶ。 安全な食材は自分で選ぶっていうですね。まあ、いわゆるね、こう、食品関係のね、まあ、あの、お話の本だったんですが、これね、非常にね、面白かった本なんですけど、じゃあね、この本の中でね、野本さんね、こういうこと書かれておりました。えー、まあ、いろんなね、卵。えー、赤玉、有性卵、ひらがい卵まあ、いろんなね、卵ありますよね。えー、そんな卵、実はですね、いろんな種類ありますが、栄養価に関しては全て同じなんですよ、ということをね、書いておりました。 まあ皆さんもこのね、YouTube ね、えー、ご覧になれてる方で、まぁ、あ、スーパーであったりとかね、あと、ドラッグストアなんかね、行かれてね、まあ、えー、まあ、卵なんかをね、購入される方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあ、スーパーとかね、行くとですね、いろんなね、卵の種類があるかと思います。赤玉、有精卵、そしてね、ちょっとこの辺のね、えー、まぁ、あ、平貝卵っていうのはね、少しね、お値段張るかと思うんですが、実はね、 えー、お値段。まあ、いろんな種類の卵あってね。いろんなね、えー、お値段もね。えー、まあ、高いから安いっていうね、ものあるかと思いますが。実は実は、栄養価について見てると、見てみるとですね、すべてね、同じなんですよ、ということがございます。まあね、うん、なんとなくね、私もね、まあ私普段ね、料理をしないんでね、まずね、卵をね、買うっていうこと自体が、まあスーパー行ってね、えー、ほとんどないんですけど、 まあ、なんとなくね、こう、卵、うん、イメージすると、まあ、いろんなね、こう、安い卵からね、高い卵っていうのはね、あるんですけど、なんとなくね、こう、高い卵の方が、うん、栄養価がね、高いのかな、っていうふうに思ったんですが、実は実はそうではないっていうことをね、書かれておりました。まあ、これはね、ちょっとね、驚きでございましたね。そして、えっ、ー、とね、まだね、さらにね、こういうこと書かれておりまして、まあ、卵の色っていうのは、まあ、白い色、えー、白い卵から、まあ、あとね、茶色い卵とかもね、あるかと思います。えー、実は、まあ、いろんなね、えろ色のね、えー、卵ありますが、実はね、えー、 栄養,価に栄養価に関しては全く、ね、変わりはないですということでございますねじゃあ、ね、卵の色っていうのはどうやって、ねえー、色が、ね、こう変化するのかってところで書かれているんですがここれがですすね、まあ、こちら書いてます卵の色の違いは親鳥の羽の色に関係するそうなんですよね、うん、なので、まあ、親鳥、まあ、お母さん鳥の羽がですね白いと白い卵がまあ出て、えー、生まれやすいですし お母さん鳥がですね、羽が茶色いとですね、茶色い卵っていうのがね、生まれてくるのかなっていうところですね。でね、まあここも先ほど言いました通り、栄養価に関しては、まあ全くね、変わりがない。まあ白い卵だろうが茶色い卵だろうが、まあ全くね、栄養価に関しては変われないっていうところでございます。 まあ、この辺もですね。まあ、どうなんでしょう。まあ、白い卵、うん、茶色い卵、どっちが栄養価,栄養価が高いというのは、まあ、あんまり関係ない。うん、私もね、まあ、あんまり関係ないのかなというふうに思ったんですが、まあ、やっぱりそうだったんだなというところですよね、うん。というところで。まあ、いろんなね、種類の卵とね、いろんな色の卵ありますけど、まあ、栄養価に関してはね,ね、ほぼ全て同じだということですね。はい。 まあそんな卵なんですが、実はですね、まあ、非常に、ね、皆さん、ねまあ、知ってる方も、ね、いらっしゃるかもしれませんが、非常に、ねえー、優秀な食材でございます。えー、まずですね、こちら、えー、卵、えー。卵というのはね、えーまあ、鶏が、ね、産んでから1ヶ月ぐらいを、ね、持つそうでございます。まあ、つまりです、ね、多少時間が経ってもです、ね、鮮度に問題はないということなんですよね。1ヶ月ぐらい持つそうなんでね。まあ えー、今日ね、スーパーで買って、まあ、1ヶ月後なので、今日ね、今、このら、えー、動画を収録し、 してるのがね3月の6日土曜日なんでね、えー、4月なんでね、桜が咲くシーズンぐらいまでは、全然ね、卵ね、余裕でね、えー、鮮度的には問題ないということなんですよね。うん。まあ、これはね、非常にね、まあ、お肉とかね、まあ、お魚とか、まあ、そんなにね、当然なが持ちませんのでね、その辺を考えると、非常にね、こう、卵、優秀な、ね、食材なのかなと。まあ、生の割にはね、非常にね、優秀な食材ですよね。はい。そしてですね、えー、卵っていうのはですね、ほぼ100%が国産だそうでございます。 まあこれだけね、なんか鮮度が、まあ1ヶ月ぐらい持つとかって言われると、まあ海外からのね、輸入品とかっていうのもね、あるのかなと思ったんですが、実はね、100%、もうほぼ100%我々がね、食べてる卵っていうのはね、国産だそうでございます。まあこの辺に関してはまあね、輸入品、海外のね、えー、製品が悪いのか、じゃあね、日本の製品だから必ずしもいいのかっていうのは、まあこの辺はね、議論のまあ余地があるところではあるんですが、まあね、ほとんど、ほぼ100%ね、国内でね、あの、ええー、 時給でできているっていうところに関しては、まあ、非常にね優秀なね食材なのかなというふうに思いますよね。まあね、ただまあ、こういうね卵も最近ですかあのニュースでねあのなんでしたっけあの えー、卵の、え卵、ー、経卵業者でしたっけね、なんかね、政治的にうんぬんかんぬんとかっていうところもね、あってね。まあ、卵っていうのはね、ずっとね、この何十年とね、価格、まあ、がね、ほとんどね、変わってないというところもありますんで、まあ、この辺もね、非常にね、我々庶民にとってありがたいところではあるんですけど、まあね、そういうね、業者さんにとっては、まあ、生産業者さんにとってはですね、まあね、物価はね、徐々に徐々に上がってるのに、うん、卵のね、お値段は上がらないっていうところはね、非常にね、苦しいね、うちがあるのかなっていうところもね、思いますよね。まあ、うん、 政治的なうんぬんかんぬんと、ね、業者さんが苦しいというのは、ね、全く別ではありますが、まあね、ちょっとその辺も、ね、いろいろ我々もね、食べるときには、ね、考えた方がいいのかなと、そしてです、ねまあ、スーパーに、ね、行くときにはです、ねまあ、あの卵コーナーを、ね、通りかかったとき、まあ、いろんな、ね、こう種類、まあ、赤玉、有精卵、平い卵、いろんな、ね、卵あるかと思いますが、まあね、選ぶときには、まあ、ここですね栄養価が、ねほ,ぼえー、ほとんど、ね、全て同じなんだよというのを、ねえー、覚えていただきながら、まあ、卵を、ね、購入していただければなという,ふうに思います。 はい。ではですね、今日は、どんな卵も栄養価は同じなんですよ、というね、お話をしてみました。えー、今日のね、お話、面白かったな、参考になったな、と思いましたらですね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録、まだな方ですね、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。また今日ね、紹介しました、こちら、野本健二さんの、安全な食材は自分で選ぶ。こちらの方ね、非常にね、面白い本になっております。まあ今日はね、卵のね、お話、まあご紹介させまったんですが、えー、それ以外にもね、えー、牛や豚、えー、あと鶏のね、お肉であったりとか、あとね、お魚とか野菜とかね、 もうほんとね食材に関してはいろんなね食材まあねこういう風にね選べばいいよというのねほんと書いてるこうね当、えー、ね両、ね、承の、ね、一冊でございますのでぜひ、ね、興味ある方は、えー、この動画の概要欄の方にでもリンクの方貼っておきますのでぜひチェックの方してみていただければなという,ふうに思いますはいでは今日はこの辺で動画を終了いたしますご視聴いただきましてありがとうございましたお疲れ様です